札幌市北区の百合ヶ原公園では春の訪れを一足早く感じられる春の花展が開かれていますお椀型の小さな黄色の花を咲かせた福寿草、雪解け後の野山に姿を現す山野草が可憐な花を咲かせています札幌の百合ヶ原公園の温室では20種類以上およそ100株を展示した春の花展が開かれています このの時期山野草は春植物とも呼ばれ花を咲かせている期間が短いことからはかなさが魅力の一つでもあります春の花展は24日までで次は桜草の展示が始まり北国もようやく春竹縄となります